サッカー J2 モンテリオ山形に県内の自動車メーカーなどで組織する団体からチームロゴの入った車両が贈呈されました。山形日産会から提供された車両はバンタイプの日産キャラバン。一般的なものよりも30センチほど高さのあるハイルーフ、そしておよそ40センチ長いスーパーロングボディと大容量です。先月中旬に納車され、普段の練習やトレーニングマッチの際に用具を運ぶためにすでに使われています。大体これに積んでいって移動してしまうので、やっぱりこう用具を多く動かすので、すごくありがたいですね。はい、車両の提供は2018年から行っていて、3代目となる今回はエンジンやタイヤ周りが新しくなり、長距離運転などの際の安全性が増したということです。スペースをうまく利用していろんな創意工夫をしているっていうことがうまく使っていただいてですね、ありがたいなと思います。安全にですね、やはり長距離でも運転できるようになって、選手たちが困らないようにですね、いろいろサポートしていければいいんじゃないかなと思います。